はい、皆さんこんにちは、ワナリグリピーチです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガモン、シャーディスククワトロ編の続きをプレイしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。アクシズからの使者メラニヒューカーバイン会長は、アクシズがティターンと手を結ぶ前にエウーゴ側に引き込めと。そうだ。しかしアクシズを発信した艦艇の目的は分かりません。ドゴスギアを確認。アガマと全く平行に航行しています。ティターンズもアクシズと接触するつもりだ。艦長、奴らが仕掛けてこないうちにこちらから攻撃をかけろ。アクシズの出方が分からない以上、ここでの戦闘はこの道戦闘になる。出社は無理難題をおっしゃる。ウォン・リーさんですね。やってみようか、艦長。何か策でもあるのか。メガバズーカランチャーを使う。すでにドコスギアの艦長は白っぽになってますよね。では出撃です。メガバズーカランチャーは百式発進後に射出します。ランチャーと接触後はランチャーのエンジンを開いてください。これと百式の推力を合わせるとゼータガンダム並みの推力を得られます。感じませんか、殺気を。それもアーガマを取り巻く周囲全体に。メガバズーカランチャー射出用意。ゼータもいいな。ゼータガンダム神指弾いきます。先にゼータが出ました。トーレスも顔が引き締まってましたね、今ね。クワトロバジーナ百式出る。実際にメガバズーカランチャー使うのかな。操作を確認してないので。メガバズカランチャー捕まえましたね。あ、ドコスギアだ。一応それなりに機敏に動けるっちゃ動けるんだろう。ロックオンとかあるんだろうか。ちょっともうちょっと近づいてみましょう。一応ロックオンはありそうですね。ちょっと撃ってみましょう。メガバズカランチャー撃った。パワーダウンになって動きがかなり緩慢になってる。でも一応メガバズーカランチャー撃てましたね。で、さらにロックオンが効いたら静射できるのかな。もう一発当てればドコスギアの耐久を削り切れそうですよね。今グーッとロックオンが決まりました。撃とう。メガバズーカランチャー。なんかもうちょっとドッコーンっていうのを期待してたんですけど、思ったよりバズーカランチャーのビームの光線が、しょぼいですね。あのモビルスーツは、ご苦労だったクワトロ隊。どうやらアクシズが我々に手を貸してくれたようだが、しばらく様子を見る。第二戦闘配備のまま待機していてくれ。アクシズとの交渉に大尉にも同行してもらいたい。これはメラニー会長からの命令でもある。艦長、私は元ホワイトベースの敵であった男だ。アクシズ側の人間だと疑われても。分かっているが、今の大尉に限って言えば信じている。メラニーはこれを大尉に対する踏み絵だと思っているのだ。嫌な任務だと承知しているが、やってくれ。そうまで言われては。大尉、アクシズの艦艇には誰が乗っているのだ。ハマーン・カーンだろう。私はウォン・リー、エウンを代表してやってきた。君たちの代表者を呼んでいただきたい。紹介しよう。ジャビ家の正当なる後継者、ミネバザビ王女である。まだあんな年なのに担ぎ出すか。ジオン滅亡後、アステロイドベルトで育てた子が結局はあのアクシズを離れ子宮圏へ戻ってきた。やあ、シャア。シャア、やはりシャア・アズナブルだ。長い間の偵察ご苦労だった。
いよいよアクシズの動き出す時が来た。ザビ家再興のために力を貸してくれよ。ジオン大君の。お続けください、ミネバ様。シャア・アズナブル、ミネバ様の御前である。それ以上の無礼はやめ。よくもミネバをこうも育ててくれた。偏見の塊の人間を育てて何とするか。これでアクシズとの交渉が決裂ですね。で、グアダンから脱出してきた、まあ、カミユやクワトロ。これが、ボコスキアから出てくるティターンズの部隊と交戦するというところでしょうかね。ティターンズのモビルスーツ隊も接近している。タイ、あとは頼む。ハンブラビか。光が見えた。わかるか、ダンケル。アーガマと謎の戦艦。ダンケルとラムサスかな。何か問題があったようです。よくわかるな。ラムサスはどうか。呼んでもらって光栄に思っています。しかし相変わらず人使いが荒いですな、ヤザン隊長。言うな。グリップ数でくすぶっているよりよほどよかろう。行くぞ。了解です。ヤザン、ダンケル、ラムサス。これは強いな。まあ、ただ、おそらく、ヤザンだけでしょう。3機同時に相手にするってことはないと思うので、まあ、ここは、冷静に、ヤザンの、格闘戦の間合いに、引きずり込まれない、付き合わないようにして、射撃戦で戦いましょう。まあ、どうしてもね、百式は、シールドを持ってないので、接近されて格闘を食らうと防ぎようがないというのがあるので、まあ、常にバックステップを踏みつつというところでいきなり突進からの格闘を仕掛けてきましたね。バックステップでかわしたい。かわしきれない。張り付かれてる。一撃一撃がさすがに硬いな。まあ、せめてね、ライフの残弾があれば接近してきたところ、狙い撃ちにできるんですけどね。残弾がないと、防ぎようがないところがあるので、ここだ。なんとか倒しましたね。お、マック2だ。敵の増援か。前期撤退。ドゴスキアに戻るぞ。はっ。いや、危なかったな。まあ、さすがオールドタイプ最強説のあるヤさん、しかも機動力の高いハンブラグというところでしたかね。こんな無様な戦い、私はあの女に惑わされている。ハマーンカン、ジオンの亡霊め。ご苦労だったタイ。ドースギアがグアダンと接触したようだ。これで我々はジオンとティターンズの2つを敵に回すことになるな。はい、というわけで、今回はアクシズからの使者をプレイしました。メガバズカランチャーは、まあ、使い勝手は良さそうでしたけど、もうちょっと演出的に迫力が欲しいかなと個人的には思いました。ハンブラビはやっぱりヤザンが使うと強かったですね。では、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。